上位争いを繰り広げていたシーズン終盤、西川菊池など主力の離脱が相次ぐ中、チームの危機を救ったのが32歳になった堂林翔太。今シーズンは7月以降徐々にスタメン起用の機会を増やし、9月にはプロ14年目にして初の4番も経験。さらに3年ぶりの2桁ホームランを放つなど、主軸として打線を牽引しました。主力としてこの上位争い戦ってるわけじゃないですか、はいはい、それはやっぱこう今の感じってどうですか？主力選手が怪我でいなかった時っていうのは、なんとかしないといけない、この順位をなんとか守らないといけないっていうか、はいはい、4番ってまずどういう形で言われたんですか？4番行くぞと。いや何も言われてなくて、球場ついて、大体白板に今日のスタメンが書いてあって、はい、でパッて見たら6番7番、はいはいはい、あ違うか、あ今日上位かと思って1、2、あ今日出てねえなと思って、はい、パッて見たら4のところに書いてあって、そうと思ってシーズン前半は不調に苦しんだバッティング。それでも夏場頃から調子を取り戻し、8月には月間打率3割7分超え。その復調の裏にはある2人の男の存在が。7月終わりぐらいですかね、自分で練習前にロングティーを入れて、はい、それもちょっと松山さんにあの話を聞いてもらいながら、はい、あのロングティーって言ったらちょっと遠くに飛ばすとか、そういうイメージがあるんですけど、はい、自分の目線ぐらいの低い打球を遠くに飛ばすっていう。っていうことは ライナーで、はい、もっとボール潰しに行ってもいいんじゃないかなとか。潰しに行く、イメージ的にはホームベースに打ち込むぐらいのイメージで。へえ、本当にそういう風にはならないんで。そうか、そうか、さすがに、さすがにそういう風にはならないんで、はい、それであの普通ぐらいって言われたんで。それで普通ぐらい、はい、それのあの自分の体でやってることと感覚がすごくギャップがあって、はい、それをちょっとあの自分の体に覚えさせたっていう感じでしたね。松山さん、もっと早めに教えていただければ、まあ、今年の代打の切り札、松山から教わった意識で手応えをつかんだ堂林。さらにもう一人、若手の頃から慕うあの人も。新井監督からロングティーをしながらアドバイスを受けて。あ、それも、はい、そこはその時は姿勢のことを言われました。体が丸まってたら上から叩くのってどうしても無理なんで。確かに。まっすぐ立ってまっすぐ回るイメージ。まっすぐ立ってまっすぐ、コマのような、はい、コマのような感じ、それでボールをもうホームベースに叩きつけるみたいなイメージで。イメージで、はい、やったら、はい、あの打席の中でいい結果がどんどん出るようになったんで。これがこういうことだったんだって思った打席ってあるんですか？あの名古屋ドームのホームラン、はい、勝野投手から打った、はい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 、あのホームランっていうのは、はい、あれも本当下に打ち込みながら打球が上に行ってるっていう。上から叩いたら下に行くじゃんですけど違うんですね。そうですね、それがあの一致した最高の打球が打てた。あー、なるほど、はい、復調のきっかけになった指揮官のアドバイス。2017年には当時現役の新井監督に弟子入りし、初めてゴマ行に参加しました。今までやっぱり、思うような結果が、出てませんので、何かを変えたいと思って、新井さんにお願いをして、ここに来させてもらいました。さらに自主トレも共に行い、プロ野球選手としてのお手本にしてきた堂林。選手と監督という立場になった今、2人の関係は。このギャップ的なものもありました？監督との時代と選手の時代。いや、もう全く変わらないです。そのままだ。そのまま、はい。だから入りやすいですよね、こっちもね。そうですね。なるほど、なるほど。あの僕だけじゃないと思うんですけど、はい、あの若い選手もベテラン選手もよくあの声をかけてくださるので、はい、あのすごくやりやすさというか、時にはすごく
アドバイスも、はい、いただけるので、いい雰囲気の中やれてると思います。現役時代と変わらない新井監督の存在。今年の開幕前には師匠への特別な思いを明かしていました。新井監督が現役時代の時、自分も変わるきっかけをいただいたので、なんとか、恩返しできるように。開幕前にはですね、恩返ししたいとおっしゃってました、はいはい、恩返しできてますね。いやあと一歩と、あと一歩二歩優勝まで行きたかったので。いやそうですよね、はい、それでは恩返しできたという。そうですね、まだこっからっていうことですね。こっからですね。こっからありますね、はい。レギュラーシーズンを2位で終え、クライマックスシリーズに挑むカープ。下克上での日本一へ、堂林の恩返しはここから始まります。挑戦者なんで、G も優勝ではないので、はい、当たって砕けろじゃないですけど、そのぐらいぶつかっていけたらなと。うわー、はい、いいですね。もう球をもっと芝居であげてください。ガチッと。そうですね。ね。もっと芝居て地面に埋めたいと思います。